どこがポイントですか？強く弾くことと、弾くタイミングと、内野。さあ今回もスケートボードストリーム中山楓奈選手にさまざまお話を伺っていこうと思いますが、今回の技はどんな技を教えてもらえますか？オーリーという技です。オーリーってどんな技ですか？デッキを弾いて自分も飛ぶ技です。なるほど。どこを弾いてる感覚ですか？テールを弾いてます。前足を使って飛んでます。前足どうやって使ってますか？弾いた足をこう上にスライドする感じ。はい。どこがポイントですか？うまくいくための秘訣は強く弾くことと、弾くタイミングと、前足をうまく使うことです。ちょっとじゃあもう一回それを踏まえて、その3ポイントを踏まえてお願いします。どんな時に使いますか？は障害物を飛んだりとか登ったりとかする時。これ基本の技ですか？基本の技です。どれぐらいできました？スケートボード始めて1年以上かかりました。でも1年以上。綺麗な人ってどんなオーリーですか？デッキの後ろが上がってきてる。これできるだけ上がっていくといいオーリー。はい。悪いオーリーってできます？これは失敗というか悪いオーリーって。今のは何が悪かったんですか？前足がここで終わってて、振り上げてない。前まで行ってない。前まで行ってない。じゃあちょっと皆さん左足の動きを見ておいてください。じゃあいいオーリーを教えてください。あ、本当だ。一回ここのノーズまで行ってるってことですね。はい。あともう一個ぐらいありますか？さっき言ってたタイミング。中山選手はどのタイミングだったんですか？体がちゃんとまっすぐっていうか、こうなったりとか後ろになったりしてない状態です。じゃあ軸がまっすぐになってるタイミングで飛ぶ。はい。飛べるかな？すごい。余裕ありましたね。簡単？いや、難しい。難しいよね。すごい。しかも今映像をご覧の方は分かると思いますけども、足の裏にぴったり全部ついてる。両足にちゃんとくっついてきてる感覚大事。両足ついてなかったら着地した時に不安定になったりするので。すごい、いいもの見せてもらいました。ありがとうございました。怪我してない？怪我して大丈夫ですか？ありがとうございます。皆さんもぜひ感想をいただければと思います。もう一つテクニックを次の回で中山選手に教えていただきたいと思います。中山選手どうもありがとうございました。ありがとうございました。